石原明の経営のヒントプラス、今日は第60回目です。会社の退職の悩みです。私は高卒から同じ製造業の会社で働いています。しかし昨年からネットショップに興味を持ち、今集客アクセスが1日平均300人ほどあります。その一方でまだ売上がなく、会社も忙しく両立が苦しい日々が続いています。そして私はすぐにでも営業の勉強がしたいと思っています。そんな中やはりまだ売上がない上、現状で退職はやめた方がいいでしょうか。ちなみに、両親は自営業のため後を継ぐこともできます。まあ大きくは2つだよね。今の環境の中で例えば独立してね、収益を上げるっていうことを考えた時には、はい、精神的にも肉体的にももっと実は大変になるじゃない、はい、助けてくれる人もいなければ一定の収入も入ってこないわけだもんね。だから寝ないで頑張って今の収入以上に、しかも単発ではなく恒常的に収益が上がってくるぞということを見越すまでは独立しない方がいいでしょうね。で、逆に本当に退職したいんだったら、そのことをなるべく短期間でクリアして退職するっていうような形でないと、ずっと考えてもうまくいかないでしょうね。年取ってる人でキャリアがあってね、人間関係とかそういうのもあれば、その時の一回ね、収入を考えて安定するところにこう転職するとか、あるいはコンサルティングみたいな形にして時間とお金を確保してね、そんでもって作り上げてくださいって話をしましたけど、彼はだってそんなことできないから、辞めたらいきなり誰も保護してくれないじゃない。まだ興奮しちゃってるよね、何かしようと思って。で、興奮してる時っていうのはもう完全に自分のことしか考えてないから、ものすごい主観的な状況だよね。で、自分客観的に見れないとほぼ成功しないので、主観的客観的っていうと、これは売れるに決まってるとかさ、はい、これで独立したら成功するに決まってるっていうのがすごい主観的じゃない。だからその主観的になってる自分を、おいおいおいと、はい、ちょっと待ってと、同じようなこと努力してる人もっとたくさんいるしね、あるいはキャリア積んでる人もたくさんいて、それでもなかなかうまくいかない世界で、今の自分の努力がそんなねうまくいくものかなみたいなさ、ってことはハードルは必ずこことこことここがあってかなり難しいなと、そのためにはこういうふうに勉強しないとそもそも無理みたいな形で、一回自分を客観的に見てないでしょ、この人。なんで今の状況ではただ興奮してるっていうふうに思われてしまいますもんね。会社にいながら勉強するっていうのは例えばどんなことができるんですか。基本的にはこれ実際やってるんだから、はい、ここを軸に例えばネットで物を売る、まあ営業ってこれ物を売ることに行きたいわけでしょ、はい、技術職からね。だから販売のことがネットを通じてやれればいいんで、もうそこにもう特化した方がいいよね、はい、でそこでとにかく収益上げるために、まあ、寝ないで勉強する、はい、うん、だから真剣に考えれば、はい、会ってくれる人はたくさんいるので、うん、本とか読んでてもなかなかね先進まないと思うから、とにかくいろんな会合とかなんとか土日でもあるじゃない、うん、出てとにかく真剣なんで教えてくださいっていうような形で、はい、ある程度うまくいってる人たちと生でこう会話ができるようなところまで自分を環境的に持っていった方がいいですよね、まあ、いろんな例えば、まあ、もう一個の選択としてはね、そのやりたいこと、まあ、この人が本当にネットショップで行きたいんだったら、はい、ネットショップをやってる会社に勤めるっていうことなんだけど、勤めるにしても今だとちょっと分野が違いすぎて採用してもらえないじゃない、はい、だからとりあえず今のところもっともっと掘り下げて、個人としてもこんな風にやっててこんな成果が出てるんで入れてくださいだったらまだ OK でしょ、はい、だからどっちにしても今の環境で目標は今の収入以上のものを得ないと、どっちにしても大変だろうな。そうですね、いろんな本を読んだり、うん、積極思考を持つってことはすごく重要じゃない。同時にその積極的で前向きな自分を客観的に見るってこともすごく重要なんでね。で、僕は経営の傾向としてね、景気がいい時ってね、はい、すごい主観的にやってうまくいくんですね。だからモチベーション高くしてどんどん進んでいけば、マーケット全体とか人の気持ちも開いてるから、そういう意味ではうまくいく可能性が高いと思うんだよね、はい、だから今日本のマーケットってどっちかっていうと右肩上がりじゃなくて右肩下がりで、マーケットが落ち着いてきてるでしょ。で、そういう時に経営するにはね、興奮して経営するのはダメだと思うんでね、その客観的に考えて経営しましょうと、はい、もちろんその客観的っていうと右脳がプラス思考でさ、うん、左脳がマイナス思考みたいに思われちゃうんだけど、言葉を作るとしたら積極的な客観思考、否定的な客観思考っているじゃん、こんなこと言ったら無理だよとかさ、うん、だけど冷静になるっていう部分がないとおそらく経営成功しないんですよ。感情的に経営する時代から客観的に経営する時代、その時に客観的にプラス思考ができる人が成功すると思ってて、それは何かっていうと、ここまでの努力では到底無理っていうことが、自分が頑張ってるんだからいいじゃないですか、いや全然ダメって、社会はこの水準にならないとそもそも成功しないよっていうことが分かる。で、逆に言うとこの水準を超えちゃったら絶対うまくいくから、はい、ってことはこれすればいいんだなとかっていうふうに自分を自分で判断できるっていうスタンスを持たないと多分難しいと思うんですよね。24歳だからもう主観の真っ最中やね
で例えばこれ書いてあるじゃない、ちなみに私の両親は自営業で後を継ぐといえば独立できますって書いてますけど、これ本当かねって話でしょ。ちょっと待てと、うちの会社すごい大変でお前を受け入れられるような状況じゃないぞみたいなことも分かってないもんね、うん、だからこの機会に大人になる、今の自分を女性が見た時にどういうふうに判断するかとか言うと、結婚できなくなっちゃったりみたいなことも往々にして考えられるでしょ。なんでそういうスタンスを持つといいかな。そうそう、あのね、ちょっとこの子にちょっともう一個アドバイスするとすると、e コマースとかね、ネットで物を売りたいわけじゃん。で先輩見つけるときにとにかく注意してもらいたいのは、もう全部前向きでやればできるっていうふうにこう叫んでる集団っているじゃない。その人たちとなんあまりつるまない方がいいな。でも普通に行くとそこ行っちゃいますよね。でも必ず、はい、だから人に会ったら肯定的なメッセージしか出さないっていう、この人たちっていうのはある種ね、責任取らないからね、頑張ればできるんだって。確かに頑張ればできるからね、はい、これ嘘じゃないもんね。だから選べるとしたらそこの視点すごく重要で、すごく現実的にプラスだけど、さっき言ったね、現実的なことを自分でアドバイスしてくれるような、ちょっと耳の痛いことを言ってくれるような先輩作れればいいんじゃないのかな。逆にさ、ちょっとこういう質問される人って結構立場的に多いと思うんだよね。頑張ってやれば何でもできますよねっていうのってあるじゃない。嘘じゃないから、確かにそうだよっていう前提のもとに、でも相当頑張んないとそもそも成功しないっていうこともちゃんと伝えてくれるようにならないと落ち着かないよね、社会全体がね。君の頑張り方は小学生以下とかね、言ってくれればね、それで完璧に小学生以下か、本当にそうですか、そうとかね、せめて高校生ぐらい頑張るとかっていう、こう基準値が分かればね、分かるもんね。大丈夫です。はい、はい、ということで、石原さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。